こんにちは。今日はですね、ここにねレールというかね、ルーフキャリー あのベースのねバーをここに取り付ける、それの加工をしますということでですね、この使用するパイプはステンレス SAS304-15A、 予備径15かな、15のパイプ、2ミリ厚です。溶接用ですかね。でですね、4メーターも半分に、ちょうど半分に切ってね、2メーター2メーターで、それであの端をねこのベンダーで、曲げていきます。なんでちょっと直角がね出て、あ、これ直角出てるな。でですね、まあ多分このぐらいの高さにすると思いますんで、これはまたカットします。でこの水平ですね、水平を気をつけてないと、これとあの本体ですね、でないとこの水平で曲がってくれませんのでね、こうねじれが出ますんで、そこだけ気をつけて、あと曲げる位置ですね、位置を確認して、で曲げていきます。およそこんな感じ。これでねピッと戻りがあるんで、もうちょいかな。こんな感じで、これでの方は完了で、ここにね、まあこれは高さ的にはねもうちょっと低めで、まあこのぐらいな感じにしようと思います。鉄板曲げ機、90度曲げ機ですね。こしらえました。これでねこの開いた曲げていきたいと思います。ルーフキャリーサイドバーですね、つけた感じ、こんな感じでございます。これからねちょっと溶接して止めていきます。これからね、まああのパイプでいくか、こういうカックパイプでいくか、まあ私ね、サイドバー同士の私は、またとりあえずこのバーさえできてたらね、あとはどうにでもなるんで、こんな感じで4箇所止めて見た感じもこんな感じです。これ後ろから見るとね、こんな感じでございます。こんな感じで、もうあの点付けだけでね、やめておきます。もうこれ以上ね、溶接すると、ちょっとパイプの方が歪んでくるんでね、もうこれで十分抜いたりしませんので、大丈夫です。ということで、これはこれでちょっと冷えたらね、もう取っ払って、屋根の方を張っていきたいと思います。天井のルーフバーはとりあえず完成ということで、
よろしいでしょうか。これでとりあえずね、また取っ払います。